大沢善介1920年代、大沢善介夫妻と、長男徳太郎一家。後列右寄り、徳太郎夫妻、徳太郎長男、前列右寄り、徳太郎次女、同三女、善介妻、徳太郎四女、善介、徳太郎次男、同長女、大沢善介から1934年10月10日は、日本の実業家である。大沢紹介。 京都電気鉄道の創立者として知られる。陽名は松之助、養父を継ぎ、聖八とも名乗った。1854年3月7日、京都、富の工事通り、丸田町下がるに、松尾と松の次男松之助として生まれる。人教、合図小鉄子と、上坂千吉の親分である同じく人教の大沢、聖八の養子となり、大沢松之助となる。後に養父を継ぎ、 大沢清八と名乗り、組の若大将として活躍した。1877年、23歳の頃、同志社 A 学校初代校長の新島城から、洗礼を受け、クリスチャンとなる。父、清八、長男、徳太郎も、受選、人入れ家業の組は、上坂千吉に譲った。同志社女学校の日米首脳陣による、主導権争いが激化し、資金を出していた。 アメリカンボードが並行を通告してきたため、存続のため1886年から資金援助を始める。1890年、時計及び自転車の輸入、製造販売を開始、大沢商会を創立した。1892年、京都伝統株式会社の代表取締役社長に就任する。1894年2月1日、京都電気鉄道を設立して、 取締役に就任、翌年千八百九十五年、日本初の市街電車を開業した。千八百九十八年五月六日に開業した、名古屋電気鉄道にも協力した。京都府会議員となり、千八百九十九年、道府会議長となった。千九百年十一月十八日、大韓帝国の富山に渡り、善助が設立した富山伝統会社に、電気事業許可が下り、 京都電灯と同地の居留民が共同出資して、富山電灯株式会社を設立、1902年4月1日には開業した。1910年5月、韓国ガス電気株式会社に同社を売却した。1918年7月1日、京都電気鉄道を京都市に売却した。1925年9月10日、全助の寄付で建てた。 同志社女子部寄宿舎大沢良が竣工した。1934年10月10日、死去した。満八十歳没。長男に、大沢商会二代目、社長、大沢徳太郎。その妻幸恵は、鈴木清の長女。徳太郎長男は、JO スタジオを起こし、日本映画の陶器以下を推進した、大沢義夫。その妻田鶴子は、八馬財閥初代。 八馬健介の孫。次男の清二は、大沢紹介専務となり、家族の反対を押し切って、女優の清川二次子と結婚したが39歳で、病死。長女栄は、同志社を女学校卒業後、前田忠史に嫁ぎ、次女復帰は、同志社を女学校卒業後、実業家部官、教一の妻となり、同志社同窓会名誉会長、同志社幼稚園名誉園長を務め、 三女マスコは、津田東一郎に、四女ヨシコは、神戸港西銀行創業外地族の末政武雄に、とついだ。復刻、解雇75年、期大沢善介、大空社、2000年9月 ISBN47 億5680万8980。ありがとうございます。